未熟のブランディング企業により異なる2つの要素の設定を変えながら一度のシャッターで9枚の表情の違う写真を撮ることができるのがプレミアムブランディングです。ポイントは1枚から変換した画像処理ではなく、ハイスピードテクノロジーにより設定を変えながら9回シャッターを切っているということです。横軸がホワイトバランス、縦軸が明るさとなっています。もし今までのカメラでこのように撮影をする場合は、一つ一つマニュアルで操作をしながら9回撮影をする必要がありました。そうなると絶妙なタイミングでの撮影は時間の経過とともに被写体の状況も変化してしまいますし、それよりも何よりも面倒ですよね。プレミアムブランディングであれば、ワンシャッターでマニュアル操作でしか得られない写真を撮ることができるのです。そんなカメラ、今までにありましたか？ハイスピードテクノロジーであれば、思いがけない自分の想像を超える写真が撮れる。それが EX100、EX10 です。さあ、それでは EX100 を使って実際に撮影をしてみたいと思います。さあ、このように実際にもうすでにお手に取っていただいている方多いですが、持ってみると分かるのですが、この 3.5 インチのチルド液晶、大きくて見やすいですよね。このように使えばローアングルも、そしてハイアングルも自由自在です。さあ、モデルの2人がとても遠くにいますが、 EX100 の 10.7 倍ズームであれば簡単にアップすることもできます。それでは写真を撮ってみたいと思います。あ、いいですね。じゃあ今回はちょっとズームを効かせて、それではいきますよ。はい、チーズ。コショ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 。今連写している音が聞こえました。プレミアムブランディングがハイスピードテクノロジーによって実現している証拠です。さあ、それではモニターにつなげて見てみましょう。どんな写真が撮れているのか楽しみですね。それでは再生モードを押して、このモードの状態でセットボタンを押しますと、さあどうでしょうか。ちょっともう一度やってみますね。はい、さあ、お、はい、すごいな、よいしょ、はい。さあ、この状態でズームボタンを横に押すと、このように、お、選択できてませんでした。私セットボタンを押してズームボタン横に押すと、このように9枚表示にすることができます。これであれば見た目で違いが分かりやすいですよね。横軸がコントラスト、そして縦軸が彩度になります。右上が最も彩度もコントラストも強めの写真です。左下はその逆になります。さあ、それでは今回は右下のこの写真を選択してみましょう。このように画面にはどの写真を選択したかが表示されるようになっております。分かりやすいですよね。この状態で上下に移動させるとサイドが変わっていくのが分かります。左右に動かすとコントラストですね。どの写真も趣がありますよね。私はこのコントラストが強めで、サイドがノーマルのこの写真が好きですね。皆さんはいかがですか。カシオのハイスピードテクノロジーが実現したプレミアムブランディングは、プレミアムブランディングであれば、EX100 を手にした瞬間から一度のシャッターでかつてない世界が広がるのです。さあ、今ご紹介してまいりました2つのプレミアムブランディングを含め、4つのプリセットされたオートのブランディングが用意されております。それがフォーカスと絞り、ホワイトバランスと明るさ、コントラストとサイド、シャッタースピードです。もちろんマニュアル操作で簡単に詳細を変更することも可能です。同じシーンをさまざまなブラケティングで撮影することにより、表現の可能性が無限に広がります。さあ、それでは
皆様にも思う存分撮影をしていただきたいと思います。ぜひお手元の EX100、EX10